ワインのスポンサードがないんやで。頭がキュッ。小森さんにはちょっと感謝する部分もめちゃくちゃあって、ああやって小森さんっていうのは元 MBS のアナウンサーで今も MBS のラジオにも出てる人で、天神橋筋商店街で後ろ窓を開けてYouTube ライブしてるんですよ。ものすごいクリーンなイメージやってるんですけど、僕が行くと閉めてブラインド落とし下ろして警察呼んでも1時間以上出てこないんですね。あれはあれを見た皆さんはあの人都合が悪いことを隠してるって分かったでしょ。あれでいいんですよ。ああやって僕が行くと逃げる人がいることによって、僕が真実のことを言ってるっていうことを証明してくれたっていう意味ではありがたい人です。でまたね、ひょっこりひょっこり行こうと思ってます。もう兵庫県に住むこと決めたんで、ひょっこりもう後ろからじーっと見といこうかなと思って。でもね、あれも面白かったのが、110番したんですよね、公職選挙違反言われてるから。でおまわりさんが来てね、おまわりさんが来てもうびっくりしたのは、うわ立花さんとか言われて、僕のファンなんですよ。で私森友の件で橘さんの捜査したことがあるんですって言うから、僕まあ森友学園の土地のことでね、で、あそうか、俺のこと捜査したことがあるっていうことは俺がどんな人間か分かるやろって言ったら、そのお巡りさんがね、はい、もちろん橘さんはもう全然まともな人ですって言ってくれて、で、はい、分かった、で、事件ちょっと聞いてくれるって言って、そのお巡りさんが僕のファンだったと、そういう話がありまして、だからファンでもあるし信用してくれてるんですよ。僕めちゃくちゃ世の中では悪い人と思われてるけど、警察は分かってくれてますよ。もうだってめちゃくちゃ警察僕のこと捜査しまくってるから、今年だけで名誉毀損で6回ぐらい引っ張られてるんですよ。あのね、今回の選挙で多分めっちゃ名誉毀損来ると思いますよ。名誉毀損というのは僕が誰かの悪口、いわゆる名誉毀損すると呼ばれるんですよ。今回の県民局長はまさに知事や他の職員の名誉毀損したでしょ。もちろん呼ばれるんです。だって相手からしたらこんなこと言われた。で僕はその相手の名誉毀損したことが事実であること、あるいは真実相当性であることを警察に言って説明すれば基本的には不起訴になります。だからそういうのを覚悟してるんで、もう警察も田島さんお分かりの通り毎度お気にみたいな感じですよ。黙秘権があることはご存知ですよねから始まるんです。でポイント知ってるから警察の捜査もめちゃくちゃ早い。だから皆さん嫌でしょ、警察行くの取り調べ嫌でしょ。僕ね大好きなんですよ。めっちゃ楽しいですよ。だってこっちは説明したら分かってもらえるって分かっているから、向こうが何聞きたいのかも分かってるんですよ。だから全然そんな名誉毀損で引っ張られても、ああ真実あるいは真実を落とせより一生すればいいって分かってるから何も怖いことはない。だからちょっとそういう意味では変わってるんですよね。僕の頭って法律脳なんですよ。皆さんはどっちかって言ったら感情でしょ。でも僕はもう完全にもう裁判ばっかりしてるんで法律脳なので、そういうところはあまり怖くもないし、ちょっとそういう意味では何だろう、冷酷な部分はありますね。だって犯罪してるやつが自殺してもそれはしゃあないと思わないと無理だもん。犯罪してるからに死んだんでしょ。でもそれをかわいそうとかって思ったらそれは気の毒ではありますよ。本当はちゃんと自分がやった罪を認めて罪を償ってやればいいと思うけど、まあそれが嫌で自殺する人もいるからね。でも警察官が追いかけてる犯人が自殺するたびに、ね、責任取ってたらやっていけないでしょ。斉藤さんそれ言ってるんですよ。道義的責任っていうお前らの気持ちがわからんって言ってるんですよ。
結果として確かに職員2人亡くなりましたよ。1人目は別に斉藤さん関係ない、もう会ったこともないような人、会ったことって喋ったことない。ただそらね、兵庫県7000人も職員がいたら3年間で1人ぐらい自ら、まあ、鬱をこじらせて心の病になって自殺する人おってもおかしくないはずでしょ。そら5人10人自殺したやったら知事何やってんねやけど、1人だけで、もう1人は犯罪をしてそれが百条委員会でめくられるのが嫌で自殺したんですよね。犯罪者を追及したら自殺する、まあ、しゃあない。そこは僕はある意味冷酷なんで、それよりもそんな一人のエモーショナルな、いわゆる感情的なことよりも全体の利益を考えた時には誰かがそれをぶち破っていかなきゃいけない。だから僕は言われましたよ、奥谷と喋った時も言われましたね、浮気してた55歳の方、女性の方ね、もうなんかやっぱりめちゃめちゃ参ってるらしいです。その辺りご主人にバレてるから、そりゃそうですよね。でもその人が立花さん自殺していいんですかとか奥谷に聞かれたと思うんですけど、いやそんなんしゃあないや、悪いことしてそいつが自殺する、こっちそれまでケアできないもん。でもなかなか皆さんそれできないんでしょうね。僕はやります、悪いやつは悪いって行くから、しゃあないです。そこは皆さんの公共の利益を優先します。はい、これはもう仕方がないです。あの週刊文春もよく悪いでしょ、週刊文春が記事書いてそれが理由で自殺したらどうすんねんと、それは知りませんという、僕はそっちの考え方ですね。何かありますか、他。お、いっぱいある、はい、はい、って言ったら、はい、あの、はい、本人訴訟、はいはいはい、ああ、ね、僕今年6連勝してたんですけど、昨日ね高裁で逆転されて5勝1敗になりましたけど、まあ10万円のやつなんで、まあまあええわぐらいな感じですけど、もうね選挙中は無理です。今日も裁判1件あったんですけど、もう欠席しました。で、いつ作ってるかって言われたら、やっぱり深夜ですね。今で20、まあ、10件は入ってますね、裁判やってるのは10件、全部でもう少なくとも1000件ぐらい裁判やってます。え、やってるんで、裁判って簡単ですから、書類送るだけなんで。だから裁判をして本人尋問とかもやってるから、だから百条委員会が許せないんですよ。もう裁判をしてる人間からしたら、あの百条委員会のやり方はもうおままごとなんですよ。誘導尋問はするわ、その本人の感想を聞いてるんですよね。で、感想を言わなければこれは百条委員会だとかってめちゃめちゃいじめなんです。あくまでも証人というのは知ってることを喋るのであって、証人の意見論評を聞いちゃいけないんです。もちろん誘導尋問もダメです。裁判でよくね、異議ありってたまに出るでしょ。だいたい異議ありの場合は質問が重複してるから、重複あるいは誘導ですっていう形なんです。そういうようなことがあの百条委員会でめちゃくちゃ出てきたんで、もう本当それはね、裁判をめっちゃしてる人間からしたら信じられない百条委員会で、それは僕だけじゃなくて多くの弁護士さんがそう思ってると思います。ということで答えは深夜やってます。あと土日ね、あの電話かかってくる時間は無理ですね、裁判資料はそんな時間にやってます。はい、どうぞ。はい、じゃあ、はい、もう一つ百条委員会非公開、はいはいはい、あ、百条委員会は選挙が終わったら公開するでしょう。非公開にするメリットがないから。要は彼らは選挙さえ終わればどうせ県民はバカだから、選挙終わって稲村が、まあ、誰かが勝てば、あとは、あ、お、別に斉藤さん悪くなかったねと、犯罪や違法行為なかったね、でも県政を混乱させたことは事実だから、だからそれで、まあ、それがどうしたで終わろうとしてるので、10月の24、25は選挙が終わったら公開すると思いますね。立ちプロ政治家 YouTuber N 国代表、俺が立花、口の利き方を気をつけな、俺は持ってるぶっ壊す力、未来永劫不老不死、天上天下唯我が独尊、売られた喧嘩は買いますせ、ぶっ壊してみな弱小政党、グリーンラジオカーセックス、これはアウトなデラックス。
反射に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル、ないのないの、お客にさ多分ないんだ、お客さんの方めっちゃ一発自信よ、お客はもうこりぼりよ。一人で始めた放送局 NHK、 まるで暴走族だから俺が全てを暴く NHK をセクハラ。